一番やっちゃいけないのはパニックってノーガードで叩くこと。わあ、いると思ったらすぐ検知。で、ポポポ、ポ。ごきげんよう。ってことでね、今回は、うちわいもさになる。うちわいもさになりたい人のための動画ということで。まずね、フォートナイトで、一番大切なのは建築。建築は大切。建築をしながら敵と戦う。またね、どのゲームにもない、建築っていうのがあるんですけど、そのね、建築をしながら、敵を倒す方法を僕がこの動画でお伝えしようかなと思います。レッツビクロイ。ですね、ぶっちゃけ言ってしまいますとですね、このフォートナイト、どこに降りても大丈夫です。はい。まあ、あれですね。マップの外にね、落ちて、まあ、やっていくという方法を取っていただければ、まあ、アンチにを見ながら、移動して、まあ、後ろからやられる確率を減らしましょうということで、まあ、結構外周に行かれた方がいいかもしれません。僕の考えです。まあ、タワーに行ってバン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 打ち合って、もう関係なしにね、建築なんか関係ねえとか言ってボコボコボコやるのもいいかと思いますが、僕は建築を大事にしてやっていくタイプなんで、皆さんも真似してみてください。ということで、この動画で説明するのは、そっか、打ち合いね、建築をしながらの打ち合い、やっていこう。まずはですね、説明する前に、まあ、資材と武器、体力、アーマーを備える。この時間で備える。このアンチがね、第1回アンチ来るじゃないですか。大体ここで揃えておくんですよ。大体。おおよそ。このマップはこれでやっていくんじゃないかなっていう。大体それで備えるんですよ。で、第2回目の時に結構人が減るじゃないですか。あの時に敵と撃ち合って、ロケランだったり、スカーだったりね。強い武器を手に入れる。この状況は、まあ、開幕っていうのは、武器を持ってない。武器の少ない状態で戦うんで、意外とキルがしやすいです。意外とキルしやすいですけど、死にやすいっていうのもあるんですよ。やっぱこっちが武器を持っていない。武器を持ってないからやられてしまう。それだけは避けたい、みたいな感じなんで。ここ、あれですね。木めちゃくちゃ取れますね。この辺だけで多分もう、999いっちゃうんじゃないですか、木。ここ美味しいですね。全然来ないんですけどね、僕。すごいいいと思います。何せこのブロックが美味しいので、これね、これで3つで150ぐらい取れちゃうんで、すごく美味しいですよ。あとこのでっかい木、このでっかい木で130ぐらい入るのかな、マックスで。102。おう。で、このデカポどうしようかなと思ったら、僕は結構飲んじゃうタイプですね。はい。もう枠がもったいないんで。しかし、なんか敵から落ちたデカポは大切にしたいんですけど、なんか敵から落ちたっていうか、なんかその場面場面なんですけどね。なんか時間が、まあ今の状態は取ってた方がいいかなっていう考えもわかる気もします。はい。僕はボン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 飲んじゃうタイプなんで、次から次から、延べは次出るさ、みたいな。そう、建築をしながらキルをするって方法だよな。そうだよな。戦わなきゃいけないよな、俺な。こんな、イモ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 して。実況できませんよ、みたいな。そしてですね、もう移動しちゃうと。で、僕、このインパルスっていうのは、まあ、インパルスしながら、ショットガンとか決めるのもいいんですけど、僕はほとんどこれ、移動に使ってます。はい。移動。そんなになんか、ね。そんなになんか、エンターテイナーみたいなことはできないです、僕は。こういうとこもね、アンチを生きながら宝箱があったりするんでね、こういうとこ見て、回収して、はい、ジャグジャグみたいな。いや、これね、ごめんなさい、そうだね。誰でも、打ち合いもさになる方法だよね、これね。エイムの仕方とかの、あれだよな、説明だよね。これね、やっぱゲームをかなりやってるとですね、エイムの合わせ方っていうのはあんまり気にしないでプレイしてるので、あんまりわからないんですよ。で、僕が気にしてるのは、一度決めた感度っていうのはあまり動かさない方がいいです。はい。
コロ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 変えてると、何が自分の感度なのかって分からなくなっちゃうんで、例えば今日の調子が悪いとか、ちょっと今日早いな、感度早く感じるなっていう時でも、感度はいじんな方がいいです。本当に。これマジ。なんかよく分かんなくなるんで、そこで。ああ、今日はちょっと感度の設定が、みたいな。本当によく分かんなくなるんで、あまりいじんない方がいい。で、なるべくね、もう打ち合ってる時ね、このアンチが食ってくる時に、打ち合ってる人たちはもう全員無視でいいと思います。もう本当にアンチに飲まれて、なんかね、アンチも気にしながら戦うっていうのが結構ストレスになるんで、絶対やんない方がいいです、そういう戦いは。ね、これでまあ、やばい、これ見てください、これ。AR と、ああ、やった。まあ、こういう時にジュースがあると大丈夫だよっていう。こういう時にジュースは役立ちますね。ね、そうそうそう。建築をしながら相手を倒す方法。これね、これはね、例えば、フォートナイトっていうのはね、まあ、こういう、なんか場所によって、この相手がここにいたら撃たれちゃう時があるんで、できるだけ相手の正面に行く。例えばこうやってやりながら、あ、こうやってやりながら、正面に行く。わかります？相手の正面に行く。で、こっちいると思ったらこう建築して、相手の正面に立ってから、そこから登る。これが一番ね、戦いのね、基本だと、個人的に思ってるんですけど。で、今、打ち合いしてた人たち、銃声してた人たち、多分、アンチ内に入ってくるんだと思うんですけど、うわ、最悪。こういうのがいるんでね、こういうのが。それで、こういう人たちは、あ、逃げてるな。あ、建築してますね。これ、木がある場合はね、結構しんどいんで、あ、詰めてきてる。これ非常にまずいですね。僕、ロケランしか持ってないんで、これ。一発当てちゃえば結構ひよるんでね。赤くしてますね。まあこういう使い方、ショットガンがないときは、まあ結構ね、建築勝負してこのロケランを使うっていうのは結構自爆が結構あるんで、あんまりおすすめはできないんですけど、こういったね、使い方もできますっていうことで、今ちょっと使ってみたんですけど、まあちょっと口で説明するのは難しいかな。これをね、口で説明できるようになったら結構ね、僕も実況者としてね、ああ、俺、ちょっとできるようになってきたなって思うんですけどね。僕も、あまりね、考えてない時があるんでね。それがちょっとね、いかんですね。まあ、残り10で建築があって、今ちょっと、今の判断はどうだったのかわかんないけど、とりあえず、登っていきましょう。ジャンパッドがあるんで、ジャンパッドで飛んでいきます。こういう時は、アンチ、その白い線に一直線にして、まあ、登っていくといいでしょう。最短ってやつですね。ちなみに、後ろにいたら私は死にます。まあそういう、まあ残りの人数とか、周りの状況を判断して登っていくのが一番いいと思います。まあ稀に後ろにいて倒す、落とされて死んじゃうケースがあるんですけど、まあそこはその自分の感覚、感性ですね。まあこの辺で飛んじゃえば間に合うんで。OK! まあそんな感じですね。もうちょっとはいろいろね、考えながら立ち回りとかね、いろいろ変わっていくんですけど、今回はなんとね、打ち合い猛者になる方法、なるための動画なんでね、なるべく打ち合っていきたいんですけど、未だに1キルというね、動画のタイトルとね、真逆のことをしているっていう、ちょっと感じなんですけど、これ多分バレてない感じかな？バレてるね、バレてるね。あ、上取られましたね。上を取られた時はすぐ上取り返す。あ、これはね、早いですね。僕より圧倒的早いんで、逃げましょう。あ、やばそう。圧倒的早いです、あれは。圧倒的、あ、見てる。いるんですよ、こう。建築猛者っていうのがいるんで。
上を取られちゃうときはどうしてもね、もうしょうがないんで。僕でも取られるときはあります。しかしながら焦ることはないです。上を取られたかといって、負けるってか死んじゃうってことはないですね。タワーの方に逃げましたね。まあ、こうコツ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 やっていくと。で、一番やっちゃいけないのはパニックってノーガードで叩くこと。あ、いると思ったら、すぐ建築。で、ポポポ。ポッ。で、あんまりやってると資材がないんでやばいっす。あれ、これ、やばいよね。やばいよね。普通に考えてやばいよね。普通に考えてやばいね。資材の数、資材の数なんですけど、最低オール500は欲しいです。オール500あったら結構楽です。ラマとか見つけて、やれば結構楽なんですけど、例えばこの建築勝負になった時に一回使う量っていうのが半端ないですよ、最近。最近やばいんですよ。この、うまいプレイヤーが増えてきたっていうことで、建築資材の数、キー900あっても足りないことが多いんで、なるべく足して1500ぐらいは欲しいですね。あ、違う、これじゃない。これ。あ、いる。ちょっと今見たかったのに。ヘイ。あ、ミスった。ちょっとね、喋りながらやるとね、いつもね、喋ってるんで、ここ、これはここ。やってんね。ほら。いや、もはやね、もう、何でも OK だと思うんですよね、フォートナイト。いや、これをやってほしいとかね、ないと思うんだよね。うん。敵が死ねばね、それでいいんですよ。敵が死ねばいいんですよ。これやってくれ、あれやってくれって。そんなね、そんなのないですからね。いや、難しいですよね。これをやった方がいいとかないんですよ、本当に。本当にね、皆さんの考え方を、その方法っていうのはね、僕はね、いいと思うんですよ。はい。人によって、こういう時、どうするかっていうのが、人それぞれね、違うと思うんですね。僕は結構ちょっかい出していくタイプなんで、こういうの。もうすぐもう撃っちゃう。すぐ撃っちゃう。もうすぐ撃っちゃうんですよ、こういうの。こういうの上からロケラン撃たれたら、まあ、ちゃんと防御しないとやられちゃうんです。これまずい。切れた。打ち合い猛者になるための、その、エイムの、あれだよな。エイム。どうやってやるのかわかんないんだけど、自分で。エイムで意識してることは、この真ん中、結構上に近いな、これ。あ、ここまで降りてきちゃった、この人。死んだ。また詰め方とかですよね。もうちょっと説明できないんだよな。どうしたらいいの、みんな。こういう時なんか結構錦織さんみたいな感じかな。まあこんな感じでこうやってああやってみたいな。エアー系、あ、こういう時はねこれ持ってた方がいいね。でロケラン持つ時ね、正直まあ、二つのショットガン持ってもいいんですけど、僕結構ロケラン対応するんですけど、ロケランはね、面白いですよ。うん。絶対強いんで持った方がいいです。なんか人によってはね、ロケランは甘えだっていう人がいるかもしれないですけどね。いや、使えるもんはどんどん使った方がいいですよ。うん。フォートナイト側がね、別に使っちゃダメなんて言ってないですからね。うん。
こう時間あるときは巻く。まあ建築から、打ち合いもさ、になったところで建築できなかったら、勝てないですからね。あ、やってる。うわ、チーミングじゃないこれ。二人いるぞ、これ。おー、またチーミングか。お前、めんどくせえな。こんな大きいの時にチーミングしてるぞ。何やってんだお前。え、なんで壊れないのこれ。ああいうちょっかい出してくるやつはね、危ない。ちょっとしんどいですね。ちょっとしんどい。死んだな。こういう場合はね、隙間に入れれればいいですよね。OK, GG. ラスト1ですね。まあ、冷静さが一番必要かなっていうゲームなんで。やばい、それは。かなりやばい。どこにいるんだろう。OK, ビクトリーということで、初見さん、皆さん、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、皆さんよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイ。